お仕事は？この20年間何もしていないわ。嘘、翻訳家よ。さまざまな人の言葉の中で生きているんですね。自分を完璧に消すことが私の最大の存在感だわ。恋は？自分は自分らしくないのに、どうして恋だけは自分らしくなれるのかしら。